はい、今日の庭木です。まず金柑ですね。かなり剪定したので向こうが透けています。林道ですね、かなり生えてきてます。あとツツジですね。こちらの、剪定しすぎてどうなるかと思いましたが芽が出てきています。花が咲きそうですね。はい、かなり花が咲くと思います。あとはこちらの、クリスマスローズですね。クリスマスローズですがもう花がだいぶ終わってきてですね、花を取らなきゃいけないという話もありましたが、このように種が、ついてきています。はい、あとこちら花壇ですね。NG が出たという噂がありますが、ちょっとどうするか迷っています。あとこちらバラですね。ミスターリンカーンですがまだまだ、葉が出てきたばっかりです。こちらクンツァイトですね。こちらもまだまだだと思います。はい、こちら桃ですね。だいぶ葉っぱも出てきて、花もちょっと花びらが落ちてきています。こちらの桃はまだちょっと遅いんですが、こちらも葉っぱが生えてきているという状況です。あと梅ですね。梅もどうなるかと思ったんですが今日昨日で、芽が出てきたようです。こちら、ビデオを見返すと杏でしたね。杏ですが、またコガネムシに食べられてないか心配でしたがまだ大丈夫です。はい、次はレモンです。切りすぎてどうなることかと思ったんですが、葉の付け根の方からですね芽が生えてきてるようです。はい、はい、こちら柚子ですね。柚子も剪定しすぎてどうなるかと思ったんですがこちらも葉の付け根の方から芽が出てきてくれてるようです。こちら温州みかんですが温州みかんも芽が出てきてくれています。はい、こちらアジサイですね。かなり葉っぱが出てきてくれています。はい、こちら左からレッドダイヤモンドですね。まだちょっと背が低いですね。ただもうつぼみが出てきてくれてるようですね。はい、こちらちょっと早めです。こちらですねレモンですね。黄色い花になりますがまだまだ成長中ということです。こちらはみやびですね。ピンク色のバラになりますがこちらもまだまだ成長中というところです。はい、こちらおそらくボタンというところかと思いますが、こちら大きくつぼみがついてきています。かなり大きい花になるかと思います。あとこちらミニバラですね。かなり元気よく成長してくれてますね。はい、まだまだ伸びてる途中というところです。奥はチューリップですね。マンマミーアとあとチューリップのセットというところです。こちらイチジクですね。イチジクもかなり、芽が出てきています。こちらフェイジョーですね。フェイジョーはなかなか伸びてくれないですね。はい、椿はまだまだですね。枯れたまんまというところですが若干新しい葉が生えてきているというところですね。はい、ロウバイは順調に、葉っぱが出てきています。こちらですね。こちらは、ヒアシンスとあとラナンキュラスみたいですね。こちら畑ですね。トウモロコシとか植える予定ですが、この奥は、牡蠣ですね。どうなることかと思いましたが若干、出てきてくれています。こちらイチジクの挿し木ですね。10個ぐらい植えたんですが10分の1ということで1個芽が出てきてくれてるようです。こちら奥の椿ですね。こちらも順調に、葉芽が出てきてくれています。
はい、こちら下の方に植えたクリスマスローズですね、順調に育ってくれています。こちらモミジも葉っぱがかなり出てきています。はい、あとサザンカですね、なかなか成長してくれないですが葉芽が、出てきてくれています。期待したいと思います。あとこちらマサキですね、マサキは元気を過ぎて、2、3枝剪定しましたがまだ、葉っぱが生えてきています。こちらですね、これはカシスですね、カシスも順調に葉っぱが生えてきてくれています。こちら花壇ですね、花壇の土買ったのになんか NG が出てるこれどうするんだよ一気だ。一応マグネシウムですね、駆動石灰カルシウムを買っています。こちらピートモスですね、あと腐葉土、高玉土、園芸用の培養土ですね、マゼル用の培養土と牛糞というところになります。はい、こちら、ミニバラですね、ミニバラは、うどんこ病になったみたくて、ちょっと、葉っぱを取っています。こちら育苗中のトウモロコシとほうれん草です。あ、このうどんこ病に対してはこちらの悪の薬ですね、こちらを使っていきたいと思います。以上です。